ここは老いと向き合える展示なんだって。老いって何？年を取った時に目、耳、運動器、脳に起こる変化を体験できるみたいよ。わあ、ゲームみたいになってる。行こう行こう。目のゲームだよ。やってみて。僕目がいいし、ゲーム得意だから簡単だよ。何これ？これは白内障の疑似体験よ。目が老化してもいろんなアイデアで暮らしやすくなるのね。すごいね。お出かけをするゲームみたいよ。やってごらん。僕走るのが早いからできるもん。なにこれ？これは筋力が低下して姿勢が変化した時のお出かけの疑似体験よ。こんな乗り物もあるんだね。え？知らなかったわ。年を取ると表情の読み取り方が変化することがあるみたいよ。やってみて。え？怒ったのにどうして？老いるとネガティブな表情が読み取りにくくなるのね。不思議。お薬を忘れずに出してくれるロボットだって。すごい。いろいろ体験して老いってどんなことか分かった気がする。70歳になった時、将来やりたいことは何かな？想像してごらん。やりたいこといっぱいあるよ。いいわね。私もたくさんあるわよ。ねえみんな、みんなはどんなことがしたい？